こんにちは、黒田哲史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オールザシングスユーアのダーラードーっていうイントあるじゃないですか。あれどうやって通り抜けたらいいですか？あそこって結構ドラムで遊べる場所なんですけど、あれどういうふうに処理すればいいですかって質問がまあ結構あるのと、なので、そこら辺を解説していきたいと思います。ですね、このダーラードーチャーンっていうこのフレーズね、これがメロディーで、ダーラードーチャーンのところ、このハーモニーの部分がピアノとか、ベースがやってるとこなんですね。なので、ここだけ合わせりゃいい。で、それってメロディーと合わせると、ダダダチャンのタタンタっていうフレーズ、こういうふうにも考える。要はメロディーとこう合成しちゃってね。で、これは同音だから、これは別に省略してもいい音なので、タタンタっていうフレーズ、要は A か B なんですよ。なので、タララチャーン、タララタララタララチャーン。これ結構よくやるフレーズですよね。そうすると、これって、要はフレーズって何でもそうなんですけど、このシンコペーションの部分を探しに行くんですね。で、こっちはシンコペーションなんだけど、これ、タタンタタタンタ。これがシンコペーションなんだけど、これはそんなにあんまり重要じゃないんですよ。どっちかっていうと、このタイがかかってるやつ。こっちはアンティシペーションっていうか、こっちを探しに行くのね。で、これが当たれば、セクション能力ってすごくあるので、これを合わせに行くんですよ。なので、これってこっちで考えてもいいし、 B で考えてもいいのね。そしたら、このフレーズは入り口と出口が大事なんですよ。そしたら、入り口は音がなくて、出口が音があってシンコペーションしてるから、シンコペーション、これはクラッシュでしょ。シンコペーションだからね、音長くジャンプしたいから。シンバルだけだと音が弱いので、必ずベースドラムを足します。そうすると、その手前のこの2つのところはどっちでもいいので、そうすると僕の、教材では、まあ全部音符が番号振られてるんですが、9番と12と13、要はこの音符がいけるのね。ワンツースリーフォーうんたじゃん、ワンツースリーフォーうんたじゃん、ワンツースリーフォーうっぱったん、ワンツースリーフォーうったよね、これね、こっち。タイがかかってる方がクラッシュね。13、ワン、ツー、シー、ホー、ウッタタッタン。ワン、ツー、シー、ホー、ウッタタッタン。これね、これがうまくいくわけですね。で、これ、エクストラって書いてあるけど、これ、こっちでもこっちでも使えるんだけど、これは2拍3連。この間、ちょっと勉強したやつね。ワン、ツー、シー、ホー、ウタンタンタン。ワン、ツー、シー、ホー、ウタンタンタン。っていうふうにやると、ここの入り口が、音がなくて、こっち側にクラッシュがあるっていうのに合うのね。だから、これちょっとやってみると。ね、全然合うでしょ。で、エクストラもやってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。ね、みたいな、どっちも合うでしょ。なので、こういうふうに音符を考えてもいいですよっていうことね。そしたら、今度はこっちは、いや、ここ頭音あんじゃんみたいな。要は、メロディーの方は、もうメロディーとこうシンコペーションも合体で考えると、こっちでもこっちでも、音符で言うと、これ6番だけど、6、4、5、10、全部いけるんですよ。なので、これもやってみると。これどこ叩いてもいいので、最初のところなんかは、というふうに、バリエーションを組むことができるね。これ、ここにスネア入れたら、頭もあって、後ろかも合うから。だから、フレーズ的には、最終的には後ろだけ当たればいいので、本当はこの A も B もどっちも同じっちゃ同じなんだけど、ただ、こうメロディー的にはここを抜いてほしい時がやっぱあるね。こういう時はね。なので、ここはメロディーがなかったりすると、ここは休符でなきゃいけない時があるのね。そしたら、頭は休符であってほしいけど、その手前の添え音は全然いいんですよ。なので、この A のパターンで考えれるし、こっちは表拍があるっていうと B のパターンで考えれるってことになるわけなんですね。
というふうに考えてもらうと、これだけでだいぶバリエーションができるんじゃないかなと思います。で、この C の部分のバリエーションはですね、ちょっとメルマガの方限定にさせていただきたいなと思ってまして、なので、これはですね、極秘資料とさせていただきます。というわけで、極秘っていうことでもない。そのまま叩きゃいいんで、これ結構無視しても全然大丈夫なんですけど、そこら辺の話は、メルマガ登録の方には、お知らせしたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。